もふもふ気持ちいい。はい、こんにちは。今日なんですけれども、僕がですね、今年めちゃめちゃ成長して腕がぶっとくなったトレーニング、たった1種目なので、それを紹介したいと思います。今年ですね、ある種目をずっとなんか自分なりに研究してやり込んだら、めちゃめちゃ腕太くなったんですよ。1種目って言ってるんですけども、まあそれ上腕二頭筋1種目みたいな、で上腕三頭筋も1種目みたいな。だから今年僕、腕の種目は1種目ずつしかやってなかったんですよね、前と後ろ。今日はですね、その中でもその上腕二頭筋、力こぶ、これこれからの時期もね、なんかそのワイシャツから力こぶ見えてたらかっこいいとかね、セーターから力こぶ見えてたらかっこいいみたいなのありますから、今はちょっと脂肪乗ってるんですけれども、もう絞った時にもうめっちゃでかくなってたので、減量末期のディプリートした時は40センチ切って39センチだったんですけれども、ディプリートする前とかは40センチ41センチぐらいあったので、1種目しかやってない、二の腕じゃない、急にシェイプアップ番組になってるけど、力こぶ上腕二頭筋のトレーニングを紹介したいと思います。でまずこれ、リストストラップですね。これを僕は必ず使います。別に使わなくてもいいんですけれども、僕の場合手が小さいので、ジムにあるダンベルって結構重くなってくるとグリップが太くなってくるんですよね。まあ握力に負担がないような感じで使ってますので、これ本当に1500円ぐらいかな、 Amazon とかでも売ってるので、ぜひチェックしてみてください。で革よりも布製の方が僕は使いやすい。腕のトレーニングとかだけじゃなくても、肩のトレーニングでサイドレイズする時とかも、これ結構使えますので、購入するのをお勧めします。で何をやるかというと、インクラインのダンベルカールです。なんでインクラインのダンベルカールやと思った方、ちょっと待ってください。そのインクラインのダンベルカールの中でも、自分の中でね、結構そのこだわりポイントがたくさんあるので、それを踏まえつつ紹介していきます。これがマジでこのこだわりポイントがめちゃくちゃ大事だと思います。でダンベルはですね、2つの重量を使います。でドロップセットなんですけれども、使用重量の半分の重量になるので、正式なドロップセットではないんですが、ドロップセットという感じになります。一番最初の重量で、1セット8回から10回できる重さを選択します。その後に半分の重量で限界まで追い込むというような形を取ります。1セットあたり大体20回ぐらい行うような形です。ドロップセット含めて回数は、インクラインベンチの角度は45度ぐらいですね。でお尻側も少し上げます。腹筋を固める意識を忘れずに、腹筋はちょっと固める意識を持ちます。インクラインのダンベルがあるってストレッチ種目なので、こう肘をですね、伸ばしすぎてしまう方がいます。でそれで結構怪我することが多いんですよね。トントントンっていう状態になっているので、それで怪我をしてしまったりする方が多いです。自分の場合はインクラインのダンベルカールをする際に、肘を伸ばしきらないで余力を残しておきます。肩をちょっと後ろに下げる、肩を少し伸展させるような感じを取ります。ここからここで止めて、そこからは肩を引くという感じです。でこれも肩を引きすぎると、やっぱりこの怪我の原因になってしまうので、ほんの少し気持ちで引いてあげるっていう形です。この肩を少し引いた時に、この反動でカールをするのではなくて、引いてストップカールっていう感じです。引いてストップカール、これを非常に大切にしてます。で握り方は、僕の場合はこの内側の短刀ですね、ここの部分を強化したかったので、ちょっとひねった方がいいんですけれども、インクラインダンベルカールでひねるのはちょっと難しい。それだったらワンハンドで別の種目をやった方がいいので、小指を強く握り込むようにしてました。でこれを最初に重い重量で、だいたい10回から8回1セットでできる重量で行います。限界が来たらすぐにドロップセット、半分の重量に持ち替えます。半分の重量に持ち替えて、まず最初は一番最初の重い重量と同じようなカール、丁寧にしていきます。で限界が来たら、ここのちょっとこのクッて後ろに下げてる時、最初丁寧な時は止めてたんですけれども、これを振り子にしてあげる。ここから限界が来て次上がらないなと思ったら、これをちょっと反動にしてあげる。グンです。で最後まで追い込む。これも限界に来たと、もうここが無理だと、上がらなくなってきたらここまで上げます。要は空気椅子の状態、等尺性筋収縮、空気椅子の状態で筋肉がね、一番こう固まっている状態ですね。でこの状態から振り子のように振ってあげます。ゆりかごのようにこうやって最後ね、耐えながら揺れてる時って、やっぱり肘はですね、少しこう
上下運動しちゃうんですよね。そこで少し伸び縮みするので筋肉が、でそれを利用してあげて、でこの空気椅子の辛いのを耐えてあげながら、こういう感じで行います。これをですね、僕は1週間で6セットぐらいやっておりました。この1種目をなるべくこだわるようにしてやってました。この20回という回数は、上腕二頭筋って平行筋、防水上筋と言われる筋肉で、ある研究では大腿四頭筋のような右上筋とかに比べて、防水上筋というのは高回数で行った方が筋肉の発達はしたというような報告もありますので、それをね、気にしてやってる人ってあんまりいないです。そんなに気にすることではないんですけれども、なんか自分そういうの好きで、あ、じゃあちょっと公開数で攻めてみようと思ったら本当に太くなったので、このやり方本当におすすめでございます。今年1種目で太くなった力こぶのトレーニングを紹介しました。ぜひ取り入れてやってみてください。それでは。